私自身を愛することは全てを愛することと同じこと。私軸で光り輝くことが不可欠となり、見返りを求めることなく無条件で愛することができる。まずは私自身の癒し、愛することから全ての癒しが始まる。弱さ、欠点、弱点があるからこそ私はどんどん強くなり、光り輝き、唯一無二の存在となる。だって人間なんだもの。完璧である必要はない。そして完璧なる存在、目には見えない存在、大いなる存在に完全なるサポート。世界中の人々すべてのもののおかげで生かされたこと。今日という奇跡の一日を過ごせたこと、祈りを捧げられたこと、感謝します。ありがとうございました。感謝を忘れず、傲慢にならず、日々精進。